親のいない家だからなんて言われないように決まりきった母さんの言葉がうるさいノイズでしかなくて余計俺の気持ちを苛立たせたんだ。このままあと1年で10代の俺じゃなくなる。だから苛立っていたんだ。仕事は仕事でしょう。自分のことは棚に上げて口うるさくて俺だって分かってんだよ。治らない病気みたいじゃないか。死にたくないから思春期の男なんてみんなそんなもんだよ。そうだよ、俺だってあの頃は鬱陶しかったぜ。母親が芝居やめたら自分じゃなくなるって。エリさん相変わらずだね。じゃあ一気に行こう。そんなことないわよ。やめてめ、やめなさい。なんだよそれ。